皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は岸田首相が留学生30万人計画、それをさらに増やす計画策定を指示されました。そこで出てきたのが、岸田首相の実弟が経営する会社に利益誘導を行っているのではという疑惑です。それについて新たな情報が入りましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではこちらフラッシュの記事です。岸田首相、外国人に手厚い政策は弟のため、実弟の会社の業務はなんと外国人採用支援、そのため利益誘導はあるのかという記事です。ということで、ツイッターをされている方ならこの話題はもうご存知かと思います。しかしですね、おそらく多くの人たちがまだご存知ないと思いますので、今回この動画を作ってます。実は岸田首相の実弟、社長さんをやられてまして、それがですね、インドネシア人の外国人採用支援を行ってますよと。そして岸田首相は突然8月29日、唐突にですね、外国人留学生の受け入れを増やしましょうよと。現在はですね、なんと年間30万人の外国人留学生を受け入れましょうよと、そういう政府目標があるんですが、それを抜本的に見直してさらに増やすように文科大臣に対して指示を出しております。で、この方針が示されて保守論客から強い批判が出てます。そして実はこのフラッシュの記事の中に、なんとですね、私のツイートが載っておりました。それではですね、この外国人留学生の政府目標の見直しについて、こちら NHK の記事です。岸田首相、留学生30万人見直し、さらに増やす計画策定を指示と。岸田首相は永岡文部科学大臣に対して、年間30万人の外国人留学生の受け入れを目指す政府目標を抜本的に見直し、さらに留学生を増やすための新たな計画を策定するように指示をしております。そして外国人留学生や海外の大学などを卒業した日本人留学生が、卒業後に日本で活躍するための環境整備や教育の国際化を促進するための方策についても検討を求めたと。このですね、海外にいる日本人留学生が日本に帰ってきて、その後に活躍するための環境整備、それについては OK ですよね。しかしこの外国人留学生が卒業後に日本で活躍する環境整備、これはですね、移民につながっていくのではという気もしますよね。なのでですね、岸田首相は一体何のためにこれをやるのかさっぱりわかりませんよね。本当に説明不足ですよね。これだけを見ると、中国人留学生をどんどん増やして、そして台湾有事が起こった時に、中国の国防動員法、その法律によって中国人留学生は日本で暴徒化しないといけないということになりますので、なぜそんな危険なことをやるんだと。そういったリスクについて一切説明がありません。ちなみになんですが、この留学生30万人計画を作った人、誰だかご存知でしょうか。皆さん、あの人ですよ。こちらです。福田康夫氏。福田康夫氏が総理大臣の時に作りました。そして福田康夫氏というと超親中ですよね。今でも中国の番組にたくさん出て、中国の工作活動に手助けをしております。こちら中国問題に詳しい三木慎一郎氏のツイートです。福田康夫元内閣総理大臣推薦の本、習近平は核語りき、福田康夫元内閣総理大臣推薦と、中国国家主席珠玉のスピーチ集いや、乾いた笑いしかもう出なくなりました。バカな習近平の言葉を聞いて一体何のためになるのかさっぱりわかりません。そしてこちら2月25日の福田康夫、人民日報の編集長に魔王大衆をプレゼントされて5万円通、いろんなものもらってるんでしょうね。そして三木氏、福田康夫元首相が最高顧問の一帯一路日本研究センターの設立趣旨がよくわかる文章です。福田康夫氏は一帯一路を手助けするために一帯一路日本研究センターを設立しております。もう一帯一
郎を推し進めると、そんな文言が書かれております。そしてミキ氏、福田康夫氏はですね、中国のテレビにしょっちゅう出られているんですよね。そして多くの日本国民は習近平国家主席の来日を期待していたと、これは昨年4月4日、そういうふうに語られております。一体誰が期待しているんでしょうかね。中国のテレビでそういった発言をすると、中国人に対して日本人は習近平に来てほしいと思ってるんだと、そう思われるように仕込んでいるんですよね。つまり日本は中国に屈服しているんだと、だから習近平にどうしても来てもらいたいんだと、そんな感情を植え付けようとしているんですよね。もうですね、中国の手先と言われても仕方ありません。そしてミキ氏、鼻の下が伸びる。見てください、これ伸びきってますね。いやー、何かあったんでしょうかね。私は一切わかりません。もしかして視聴者の皆さんの方が何が起こったのか想像できているのかもしれませんね。そんな福田康夫氏が留学生30万人計画、2008年総理大臣の時に日本を世界に開かれた国とし、人の流れを拡大していくために重要であるとして、平成20年1月の施政方針演説の中で打ち出したと。そして2008年7月29日、文部科学省によって策定された計画の一つということになります。まあ福田康夫氏が発表したということは、当然中国の留学生を増やしたいからやったのではと、そういうふうに思いますよね。そして三木氏、日本政府はまた留学生を増やすようですが、昨年の留学生約24万人中、中国からの留学生は約11万4000人、約 47% がやっぱり中国人だったと。なのでですね、もう半数近くが中国人留学生、それを増やしたいという思惑が見えますよね。そして内訳を見てみますと、やっぱり中国が1位で11万4000人と、そして括弧内は前年の2020年です。コロナが重症化しないようになってきたので、さらに増やしたい思惑が見えますよね。そしてベトナム、ネパール、韓国、インドネシアと続いてきます。そしてこのインドネシアが今回のキーということになります。なので保守系論者から、なぜ留学生を増やすのだと、中国人の留学生の受け入れは危険極まりないということになりますので、なぜ増やすのか説明が足らなすぎますよね。そしてこちら、株式会社トレディキム、ちなみにこちらの会社は日本語学校の運営管理をしている会社です。その会社がですね、留学生30万人計画とは何だったのかと、非常に興味深いレポートを書かれております。政府は留学生30万人計画で何を実現したかったかと、そしてこの骨子がですね、こちら文部科学省で出ております。その骨子を見る限り、日本という国が留学生を受け入れることによって何を実現したかったのか、ビジョンがわかりませんと。なんとビジョンが書かれておりません。そしてこの留学生受け入れ30万人計画のビジョンについて、産業でも国際社会においても日本がリーダーシップを発揮したいと、そして単純労働は外国人に任せて日本人は管理職に集中させると、そういうことになるのではないでしょうかと。そして2008年にこれを策定して、今の日本はどうなっているのでしょうかということになります。そして留学生30万人計画のビジョンが明示されていなかったことは、留学生30万人計画を国策として挙げる上で問題があったと思いますと、はっきりと言われておりますよね。なのでおそらくビジョンはこの2つではと思われますが、はっきりとは書かれておりません。そしてビジョンが明示されていなかったことは、国策として掲げる上で問題があったのではと言われております。その通りだと思いますよね。そして岸田首相は現在もビジョンを明示されておりません。おそらくされていかないのではと思われます。そしてこちら、日経新聞です。2020年外国人留学生最多31万人、計画達成も先行き不透明と。おそらくですね、この2019年5月時点で31万人達成したので、もう単純にさらに増やしていこうと考えたのではと思われます。なのでビジョン自体がないんですよね。もう
計画を達成したのでもっと増やそうと、そんな単純なものなんじゃないかと思われます。しかしですね、それではダメですよね。特に中国人留学生は、豪雨が出たら暴動を起こされるので、それはダメですよね。そして将来の移民にもつながるのではということにもなりますので、それが一番問題ですよね。そしてこちらにも書かれておりますが、就労目的で来日する抜け道にもなってますよと。なのでその穴を塞がない限り、日本の治安はどんどん悪化していくということになります。それを考えずにやると。なのでフラッシュの記事に戻りますが、この外国人留学生をさらに増やす新計画、その方針が出たので日本の保守論客から強い批判が出たということになります。そしてタレントのフィーフィー氏は8月30日にツイッターを更新、岸田総理が外国人留学生の受け入れを見直してさらに増やす方針だそうです。多くは反日国家からの留学生で、この何十年それを続けて何か日本にメリットはありました？反日は進むばかり、いい加減留学生より日本の学生優先しなさいと、全くもっておっしゃる通りですよね。それを小野田公氏も指摘をされておりました。なのでですね、このフィーフィー氏が言うので説得力がありますよね。フィーフィー氏はですね、エジプト出身で日本で活躍する外国人タレントです。フィーフィー氏の国籍はエジプトです。そしてフィーフィー氏は外国人でありながら日本の保守論者です。自身の YouTube チャンネルでも保守の発信をされている方です。そして2021年11月、外国人の在留資格特定技能のうち長期在留や家族の帯同が可能な2号について岸田政権が受け入れ拡大を検討していると報じられた時も、事実上の移民解禁との批判が飛び交った。なのでこれもあるので、岸田首相は移民政策に舵を切ったのではと思われております。また9月7日からは新型コロナウイルスの水際対策として1日2万人としていた入国者数の上限が5万人に引き上げられる、次々に打ち出される岸田政権の外国人に優しい政策、それは逆に言えば日本人に厳しい政策が続くと考える人たちから大きな非難が寄せられていると。その通りですよね。しかしこの水際対策の引き上げは経済界からの圧力もあります。なので一概に岸田首相一人が悪いとも言い切れないところはあります。そしてこうした中、最近 SNS 上でとある企業とその社長の名前がやり玉に挙げられていると。まず最初は岸田首相の弟である岸田武雄氏は、インドネシア人の国内就労を支援する会社フィールジャパンウィズ K の社長、喜ぶのは岸田武雄弟と言われてもしょうがないと。実はこの文言は私がツイートした内容になります。それはこちらです。全く同じ文面がフラッシュ載ってしまいました。そしてですね、最後のこの喜ぶのは岸田武雄弟と言われてもしょうがないと言ったのは、こちら三木氏の文言の中で、結局喜ぶのは中国共産党とパソナと〇〇大学と小池百合子と、そういったツイートをされていたので、それに被せてですね、喜ぶのは岸田武雄弟と言われてもしょうがないと、そういうふうなツイートしておりました。それがフラッシュに乗ってしまったということになります。そして他の方、入国上限5万人に引き上げ、中国人留学生大幅増加、技能実習生大幅増加は岸田総理の実定、岸田武雄氏が代表取締役のフィールジャパンへの利益誘導、業務内容から勘案して問題にすべきであると。後ほどこのフィールジャパンについても紹介します。そして大量外国人受け入れの背景、岸田首相の実定岸田武雄は、特定技能制度を活用したインドネシア人の国内就労を支援する企業の代表取締役だったと。そして岸田総理の実定岸田武雄氏の会社は、特定技能を外国人支援で利益を得ている、まさかと思ったらガチだったと、そういったツイートが溢れ
ておりました。そして岸田武雄氏は岸田首相の3歳年下の実弟だ。慶応技術大学を卒業後三菱商事に入社。1996年からは三菱商事のマレーシア代表としてクアラルンプールで勤務した経験もある。そして退社後2009年に起業したのがフィールドジャパンウィズ K だと。そして業務内容には旅行代理店、東南アジア、中東からの訪日旅行計画運営と特定技能制度外国人採用支援、特定技能制度を活用したインドネシア人の国内就労支援とある。確かに岸田首相の政策は同社にとってもメリットがありそうにも見えると。そしてこちらサクサクマガジンの記事です。こちらが岸田武雄氏です。よく似てますよね。そしてこちらフィールジャパンウィズ K のページです。会社概要を見てみますと、設立は2009年9月、代表取締役は岸田武雄氏。そして業務内容は特定技能制度外国人採用支援、そして特定技能制度を活用したインドネシア人の国内就労支援と、そして旅行代理店もされていて、東南アジア中東から訪日旅行企画運営と。なので業務内容は日本柱ということになります。一つは特定技能制度を使った外国人採用支援、そしてもう一つは旅行代理店と。その旅行代理店は東南アジアと中東になりますよと。その二つが業務内容ということになります。そしてフラッシュはフィールジャパンウィズ K の担当者の話を聞いて疑問をぶつけられております。まず最初に SNS 上で利益誘導に当たるのではという声が上がっていますと。もう直球で聞いておりますね。そして担当者の方、私もツイッターで見ましたが全く関係ないです。総理にお願いをしたりということは全くありませんと。そして二つ目の質問、業務的にインドネシア人の就労活動を支援してはいますよねと。それに対して特定技能実習生の制度は2019年からできた法律です。もともとうちは旅行業から始まっていて、本当にスタッフ数人でやっている零細企業なんですと。そして旅行業主塾では心もとなくてインドネシア人スタッフもいるので、2019年に特定技能制度ができてから外国人採用支援を始めたんです。本当に政治的なことは全くありません。なのでですね、旅行業から始まってそれだけでは心もとなくてと。つまりコロナもあったので旅行はほとんどできませんでしたよね。なのでおそらくインドネシア人のスタッフもいたので外国人採用支援を始めたという流れになったと見られます。そして政治的なことは全くないと。そしてその前から介護とかで労働力不足と言われていたので外国との掛け合いで何かできないかとは考えておりました。と言ってもまだまだやり始めたばかりで本当に模索中というか必死で頑張っているところです。コロナ禍で外国人の入国がなかった時期は大変苦労しました。やっぱりそうですよね。そこでさらに質問、今後外国人留学生が増えて特定技能2号の在留資格で入国する外国人が増えたら利益は増えますよね。もうズバリ聞かれてますね。そこで回答、いえいえ、それこそ今頑張ってるところですが、まず受け入れてくれる企業さんにマーケティングしなくてはいけないし、受け入れが増えても他の企業と組まれてしまうケースもあるわけですと。つまりですね、民間企業ですから単に外国人留学生が増えたとしてもこの企業が獲得できない限り利益は増えないと言われています。そりゃそうですよね。他の企業が取っていってしまうということにもなりますよね。それは民間ですから競争がありますので、そりゃそうですよね。つまり岸田首相が何か口添えをしない限り無理だと。そりゃそうですよね。もちろん枠が増えれば市場は大きくなるでしょうが、例えば総理が企業を紹介してくれてとかいうことは全くないです。今やっと制約でき始めたところなので、社長が総理の身内と知らない人も多いんですよと。なるほどね。例えば岸田首相がもろに紹介してしまったらそれは利益誘導と言われるので、そんなあからさまのことはできないでしょうね。そして弟さんもあまり身内だと言ってないと。商売上言ってしまえば信用が付加されるので言えばいいんですけどね。言ってないと言わ
らえてます。さらに質問、外国人を日本の企業が採用する中で御社の利益が生まれてくるわけですよねと、それに対してうちにお願いしていただけたらではありますが、企業がうちを選んでいただかない限り関係ないですと。そりゃそうですよね。それとインドネシアとのつながりも、うちが頑張って努力しないと本当の意味で日本で働きたい人たちにたどり着かないといけないので、その架け橋になれればという思いでやっておりますと。なるほどね。もともとこのインドネシア人の人がスタッフにいるので、頑張って架け橋になりたいという思いでいますよと。しかしこの会社自体が頑張って努力しないと民間なので選んでいただけないということになります。さらにフラッシュの質問、岸田総理の弟ということを利用したことはない？いや、これ利用した方がいいと思うんですけどね。そこで返事、ないです。いや、驚きですよね。どんどん利用すればいいんですけどね。逆に社長はそういうことを嫌うというか、インドネシアのスタッフからはもっとアピールした方がいいなんて声もありますけど、一切言ってないです。迷惑をかけたくないですしと。いやー、言ってないそうです。そして兄弟仲はいいようですが、仕事の話は全くしませんし、弟ですし総理に対する影響力はないと思います。笑い。いやー、いかにも性格のいい岸田家らしいですよね。逆に嫌っているそうです。いや、商売ベタですよね。どんどん利用すればいいんですけどね。しかしですね、相手が総理大臣ですから、それをアピールすると逆に信用を落とす可能性もありますよね。そんな総理大臣の身内を利用できる人なんて日本の中にそれほどいませんから、弟さんはそれを嫌っていると。しかしインドネシアのスタッフからはもっとアピールした方がいいと言われていても、迷惑をかけるのでやりたくないと、そんな風になっているそうです。そして兄弟だからと信用してくれる人はいるかもしれませんが、そもそも総理が身内のために政治を利用するような人ではありませんと。そして兄弟思い、家族思いの人ですけど、気真面目な方ですので、総理就任後も何回かは会っていると思いますが、そういった話はしないポリシーのようですと。いやー、気真面目なようですよね。岸田首相も気真面目すぎて話が面白くないと言われておりますが、弟さんもどうやら気真面目な人のようですね。そしてフラッシュ、もともと岸田武雄さんは三菱商事時代マレーシアで働いた経験から今の会社を始めたのですか？それに対して、そうです、弊社はもともとマレーシアとのつながりだったんです。ハラルフード、イスラムの教えに乗っ取った職員の問題があっても日本で不自由なく旅行できるようにというところから始まった会社です。事業をいろいろやっていく一つとして特定技能ができたということですと。なるほどね。もともとはこのイスラムの職員、この問題があっても日本で不自由なく旅行ができるようにと、そういったコンセプトから始まった会社だそうです。そして事業をいろいろ模索していって特定技能にぶち当たったと。さらにスタッフは本当に数名で弱小で、本当にツイッターでつぶやかれるほどの影響力は全くないですし、恩恵もありません。総理が冷たいとかそういうことではなく、特定技能は枠を増やしたからといってポンと一つの企業が儲かるなんて簡単な仕組みじゃないんですと。いや、この答えてる担当の方も非常に誠意がある答え方をされているというのがよくわかります。なのでですね、私がですね、この喜ぶのは岸田武雄弟と言われてもしょうがないと、そういうふうに言ってしまいましたが、私の邪推であって、本当はたまたまであって、その可能性は私は低いのではという気はします。そしてさらに岸田文雄首相の事務所にも問い合わせたが、期日までに回答はなかったそうです。残念ですね。この文章だけ見ると非常に不誠実そうにも見えますが、しかしこういうメディアの期日というのは勝手に設定されてしまうので、それまでに回答できないことも多いんですよね。なので岸田首相の肩を持つわけではありませんが、一概に不誠実とも言い切れません。それだけはご理解をお願いいたします。そこで政治ジャーナリストの角谷浩一氏が言う、菅義偉前首相も実定が自己破産後に JR 東日本の子会社に幹部として入社したり、長男が総務省から接待を受けた点を問題視されたりしました。ありましたね、これ。そして政治家と親族の関係は疑問を持たれやすいものではありますが、逆に言えば
常に注目されている中で、利益誘導のような無茶はほとんどできないでしょう。そうですよね。この菅さんの話も表に出たので、その中であからさまにやってしまうと、それは週刊誌から叩かれますよね。そして支持率を落としてしまうという結果を招きます。その支持率を一番気にしている岸田首相がやるかどうか、それを考えるとほとんどできないと思います。しかし岸田首相は自分で発表したものに対する反応に無頓着というか、興味を持たないところが当事者意識がないような感じを与えてしまいます。外国人労働者を受け入れると決めたなら、きちんと説明すべきですが、やはり丁寧さが足りないのでしょう。それもあって、うがった見方をされたり、過剰反応されたりするのだと思いますと。そして、聞く力だけでなく説明する力こそが必要なのだと。全くもっておっしゃる通りですよね。今の国葬儀の話も、みんな葬式をすると勘違いされる人がいて、なので支持率が落ちるんですよ。未だに反日左翼が法的根拠がないとまだ言って印象操作してますが、全くもっておかしな話なんですよね。しっかりと説明さえすれば済む話を説明が足りないので、やっぱりうがった見方をされたり過剰反応されたり印象操作をされたりしてくるんですよね。なのでおっしゃる通りで、聞く力だけではなく説明する力が必要ですよと。なのでアメリカが報道官を置いてますよね。トランプ政権時代はケイニー・マケナニーさんが大統領に代わって方針を説明されておりました。日本も首相の代わりに説明する報道官を置いて、どんどんマスコミの質問に答えていった方がいいと思います。松野官房長官ではダメですよね。なのでこのフィールジャパンウィズ系の担当者の話によると、利益誘導に当たるのではというのは本当のところはわかりませんが、ほとんど関係ないのではと見られます。なので私は岸田首相は基本的には説明が足りない人、そういうふうに思いながら情報発信をしていこうと思います。しかしこの留学生を増やす計画、現代ビジネスさんが今中国人留学生の間でエイズウイルスが流行っているんですよね。その中国人留学生が日本人を道連れにしてやろうぜと、どんどんエイズウイルスを広めているそうです。そういう話もありますので、機会がありましたらこちらの話も動画に作っていこうと思います。そしてやはり中国人留学生には気をつけていかないといけませんので、またこういった話題がありましたらどんどん動画を作っていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントも、またメンバーシップの登録とツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。